買っちゃった。な、何かと申しますと角カリブーかな、左側だって。買っちゃった。なんと35ドルを5ドルディスカウント。あー、これはあの、バックスクラッチャーって書いてある、要するに、日本でいう孫の手、カリブーの角でできてるみたいな。あ、I'm sorry, taking a movie's okay? Sure, yeah. Yeah, Black Bear, Alaska Horn Antlers. Yes. Yeah, exactly. Thank you. You betcha. Yeah. Have fun. Thank you. なんとまあ、こんなところでホーアンドハントラーで、おお、すげえ、マンモスの、マンモスの、すげえ、すげえ、来てよかったー、ホーアンドハントラこれは買うしかねえ。10ドルだよ。このケース。あとでちょっとじっくり吟味して。こっちは、こっちはちょっと持って帰るの大変そうだな。お値段ですね。カリブの骨、5ドル、危険だ。俺はあんまりここにいてはいけない気がする。水かな。15ドル。こっちは、こっちはちゃんとしたものにしますね。いやー、アラスカホーン&アントラー、これマジ絶対寄るべきだわ。すんげーの、なんの、アラスカンギフツー。こっちはお隣のショップ、トゥーラスティーレイブンス、お姉さま方のファンシーな、なんていうのかな、コレクションの類がすごくいっぱいある。でちょっとまた動画を撮りそびれたんだけれども、まあなんというか、ディズニーランドから、ディズニーの世界から飛び出してきたような お母様が
経営してる。すごいキラキラしたお店でした。From Japan? Huh? From Japan? Correct. Oh. See the floats from Japan? Oh, really? A Japanese? Yes. It's from Japan. It's an authentic float that washed up on the ocean. Make a glass? Oh yeah, it's all glass. Yeah, Oh. They hold the nets. Oh yeah. Yeah, fishing nets. Fishing net. Okay. Yeah. Oh, it's so hot. こちらのお店は、まあ、おっさんには関係のない、こう美しいキラキラした場所ですね。ちょっとカメラワークが少し酔いそうな感じだけれども、もともとソルドットナーにあったお店でこっちに引っ越してきたって言ってたね。結婚を機に引っ越してきたなんて言ってました。20年前とかって言ってたかな。すごいじゃない。またなんつーの、こういう鉄製の車輪があったりさ、こういうもうなんつーの、朽ちたね、車がわざと置いてあったりとか、もうさ、なんつーのかな、もう最高じゃん。いやー、すごい場所だった。何回も何回も思ってたんだ、ここ通るたび、うわ、寄った方がいいかな、寄った方がいいかなって。すごい場所だ。